中日に、周東がいるけん、足がすげえ。中日の希望、ドラゴンズの育成選手である、小田が俊足を生かして盗塁を決めた。チーム内で実施する紅白戦ではなく、ヤクルトとの練習試合での盗塁だったこともあり、首脳陣やファンから大きな期待と歓声を浴びている。盗塁にセンスを感じるね。なんで中日に周東がいるの？岡林が走らなくなったから、走る選手は貴重。これドラゴンズの救世主やろ。高松を放出した瞬間に、打てる高松が生えてくるの面白すぎる。期待やな。独立リーグ出身なんやね。盗塁できる人が少なかったから嬉しい。結果を出せば確実に支配下になる。結構、評判もいいらしいね。高松の走力は、周東に匹敵するものがあった。でも盗塁技術がなかったんよね。そこが怖い。盗塁技術にセンスを感じる。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。